どうもー、こんにちは、僕です。まあ、皆さん、23時50分になったのですが、本日実は、ごめん、おめえらに内緒で、二次会に参加しちまってよ。見てなかったよーって人いますかえ、おいちゃん二次会やってたの見てなーいって人。なんで配信しないんだよって、え、だって、なんか、なんか俺人見知りやし、なんかどうしようかなーって、とりあえず裏でやってみようと思ったんやけど、めっちゃ面白くってよ。なんであの動画投稿しといたんで、もうちょっとで。え、何 お前、どうでもええけど、どうでもよくねえな。加藤純一がバンされたえ俺のパクリじゃん。嘘あんなに癒着の忖度であら、なん、なたらされてるうんこちゃんがバンされたんえ、なんでえ、うわお前、俺今日さ、気分よくスプラトゥーンの話してんのに、これはちょっと拾ってこう。これを見てくれ、頼む。それを見ればええんか。えうんこちゃんバンされた俺が二次会楽しんでる間に ケツ出してバンされてたじゃあ、あの、なんや、耳なめばばとかどうなってんにや。え、薄やろこれか。こんだけでバンされんの厳しい。こんなんでバンやったら俺も思ったバンじゃん。こんだけでダメなちょっとやっぱさ、日本って緩いんだね、エロに対して。 いいケツしてん、こんな綺麗で丸くていいケツしてんのにさ、ちょっと女尊男子進みすぎじゃないツイッチ。これでバンってありえねえよな。俺なんかケツに花火さして踊る動画、ニコニコ動画に残ってんのにさ。え、ひどくねツイッチではダメなんだ。はあ女なら許されるのってな、耳なめババアとか裸で踊り狂ってるババアたちなんとかしろよな、ツイッチのまず。 え、ひでえな。黄色人種に人権ってなかったんや、やっぱり。<laughs> はぁ、あ。おもんねえサイトやな。あ、俺、いい提案あるわ。よかったらオープンデックに来ないか、じゅん。ここならケツ出そうか何出そうかオッケーだぜ。いいサイトがあるね、代わりに。うんうん。いいねえ。 なんて動画投稿もできるんやつこのサイト。今日の二次会の様子は間もなく動画で投稿されるんで、見てない方はそちらをご覧くださーい。ああ。四天王のから降格するじゃん。そんなものはどうだっていい。オープンレックが盛り上がればな。いいサイトなんだ。3日で復活するよーってじゃあ3日間あれか。ゴミたちが包順されるわけか。うんうん。 ビキビニババアのエロ踊りがバンされないのにっておかしな話やんな白人は違法視聴もできるし録画楽しみだよーっていい感じで録画開始ボタン動画編集一切しちゃうんだ録画開始して終わるタイミングまですごいいい動画やった <laughs> おもろかったなガーティックフォンさ俺マウスで絵なんて描けねえんじゃねえかなと思ったけどあマウスで描いてたんですけどちょっと動画で言ってないで言わして俺右手で絵描いても結構うまいなと思って うまかったやろ言うけど、俺、あの、A 左利きやからな。利き手と逆で書いてあんだけ書けんにゃで、すごいよ。俺、意外とうめえじゃんって思いながら。ありがとうございます。でも、バルニキマジでうまかったな。なんか、まあ、ロンツさんとかも、あのチョコペロもうまかったけど、バルニキのなんかうまさは、あ、なんか、あ、こいつ女にモテるって思いながら見てた。よかったわ。 いや、本当はね、ちょっと今やで言うけど、二次会っていっぱいのメンバーでスプラトゥーンプレイヤーがいるところでちょっと入りにくいよーって思ってないけどさ、なんかその二次会で繁盛がガーティックフォンっていうお絵描きしりとりじゃねえけど、その伝言ゲーム、お絵描き伝言ゲームするよって言ってさ、やる気があるやつだけ来てくれって言ったらさ、バルニキもチョコペロも、えー、カヨタスも入っとったりさ、あ、これ俺行かんわけにはいかねえなーと思って行ってみたんやけどた、めっちゃ楽しかった。うん。 そう,そうそう、そこに俺いないのおかしいでしょ。いや、行ってよかったな配信してよって。だって何も喋れりやんとさ、なんか、微妙な空気あったらあれやなって思ってさ、俺、ちょっと、だってスプラプレイヤーそんなに俺、なんか、わ、ま、かんない人もいっぱいいるし、ちょっとモゴモゴしちゃうなと思って。正直に言うとな。<laughs> すげえいい感じで終わったわ。ずっと面白かった。全然馴染めてたよな俺もそう思う。 ああ、よかったねー。最後の絵で締めんのもよかったしな。あ、間もなく動画投稿されるんでよかったらそちらをご覧くださーい。<laughs> 録画しといてよかったーって。なんならこの前のあの、エペ祭りの二次会も動画投稿するか <laughs> まあ、ゲームがよかったな。そうだね。それはやめとこうて。うん、止めが入った。やめとこう。あれはちょっとわかりにくいからな。難しかった。 おいちゃん視点楽しみだようんうんほい二次会なんて聞いてないよまあまあまあ、もうすぐ動画上がるからそっちでよかったら見てやーんうんうんミミズ本気で1位目指してを任せろ1位しか取らねえいやー今日の「スプラトゥーン」もよかったしなどうなることかと思ったけどマジで焦ってたでな <laughs> <laughs> い,や機嫌いいいや機嫌ねねそりゃ、ね、みんな優しくてよかったね。ねスプラトゥーンプレイヤーってなんかやばいやつ多いんかってビクビクしてたけどもみんな優しいの実は気づいた実はみんないいやつやった風呂だってだけで差別したり味方移するやつしかいないかと思ってた時期が僕にもありましたうんこんにちはーおいなあ風呂も褒められたらしいし後で見ようや褒められてる視点 糖質だった時期もありますお前が一番やばいそうだねああよかったよかったカービィのモノマネをこすりすぎだよってはい <laughs> 僕もこすりますカービィ大好きだっぴ嫌な人なんて世の中にそんなにいないんだそうだね今日機嫌いいでしょ ああ明日は月曜日か。どう過ごすよ、お前ら。まさか、あれか。明日仕事、学校、寝なきゃってなってんのかなうん、テンション高いね。って、はい。1位取りよって、うん、難しかった。おいー。めっちゃ機嫌いいもんな、今。わかる。自分でめっちゃ機嫌いい。<laughs> <laughs> よしよし。学校って何ですかスクール。 日々勉強やねめっちゃ囲まれてるねけさ <laughs> ケツ花火の動画って本当におえちゃんなんですかそうだよ今年は人とたくさん遊べたねってそうだね言うて1月1月もなんかしたっけ2月3月は覚えてるけど4月となんやかんや何かしら出てんな。 もう振り返るなよって前見て生きるかいおいちゃん、大学3年生になっても友達がいません。大丈夫、俺がいる。うんうん。もし次はダチョウ布団あ、そういえばさ、ダソークがコロナにかかったって話やん。どうなってんの <laughs> そうだ。え、そうだよね。2回目なったんでしょ ツイッターで言ってたじゃあどうすんだってなあ風俗に狂ってんのかもしれんなあやっぱり都会は怖いんだってコロナになるんだって2回でも3回でもなっちゃうのよ免疫力が落ちてんのかみんななってるよなやっぱ怖いねー嫌な世の中だねー最近多いねーってな 配信してない配信者って何してるかわからんからな。なりやすい体質なのかもしれないって、やっぱあるんやろな。コロナに強い体質、弱い体質みたいな。しょっちゅう風俗行ってるけど大丈夫ですって希望になる。うんうん。打足は風俗めっちゃ行ってそう。貯金ないって言ってるし。<laughs> あいつ、女抱いて金ねえ金ねえって言ってんのか。そういうことやったんか。俺次、名スイーツ行くの コロナもう終わってるよって終わってねえよ。お母さんの仕送りで風俗行ってるって。<laughs> とんでもねえな45にもなって。やっぱ省エネにとか一番や。悲しいねってね。二次会も楽しかったねって動画上がったら教えてな。ツイートもしよっかな。よかったらリツイートとかしてね。 バルニキとメース行くのそうだよメースって何がいいのなんかワクワクが押し寄せてくるっていうか泣いてる場合じゃないっていうか <laughs> いバルニキ連れてったら多分俺周りからしばかれるバルガールみたいなんから <laughs> いっか メエスって略し方初めて知ったよ、メンズエステな。うんうん。バルニキは女のファン多いぞ、いやそうやと思うよ。なんかそんな感じすげえするもん。でもなんかいいんだよね。バルニキも割とブリッコやんな。<laughs> 割とブリッコじゃないお、あれが合うんだ。 可愛くて面白いよって。いや、面白いよ、バルニキ、本当に。なんか、頭いいんだろうなってよく感じる。また、おいって言ってたバルって誰だよ。今日やった、あとバルさんっていうスプラトゥーンプレイヤーおいちゃん、明日から暇になっちゃうよなんで。な、絵もうまいしな。スプラトゥーン上手くて、絵もうまくて、女にモテるって。 24ですごいねってすごいね語彙力もありそうありそう今日はバルニキに助けられたなあってうんまあそれも大いにありますねまあもう,めもうそうなるって僕は分かってました今日はだって俺人と一緒になんか喋りながら配信するの得意じゃないもん <laughs> だから 絶対バルニキにめちゃめちゃ助けられることになるんやろなってのはうすうす感じてたまあみんなに助けられてんねやけどねでもアトバルは Tinder やってるよ <laughs> そんなことしてんのほんまの情報それ24歳出会い系サイト登録しますプロフィールにスプラのプロですって書くんやろなおいちゃんウィンクしてよ俺ウィンククソ苦手やもんパチッ じゃあ俺も Tinder 始めたら出会えるってことうんうん。いやよかったねー。嘘に決まってんじゃないや嘘かよ。またインターネットの情報に踊らされた。ほい。おーし。あにゃーんやん <laughs> みんな優しくてよかったね。ほんとにな。 確かにめちゃめちゃ責められててもおかしくないっちゃおかしくないかも冷静に考えればうんうんおいおえちゃん勝ったの僕ですかまあ勝ち越しとだけねえ楽しい2次会やったしふう今日は起きてからラーメンも食べに行ったし 切り抜きで見たよ。しかし、オープンレコは動画投稿されるのが遅いね。1時間14分の動画なんやけど。いつ上がるんだろうって、投稿されるの待ってから配信しようかなと思ったけど、12時超えちゃうなと思って。うんうん。アトバルは V のスプラ大会の解説実況もしてたんだよって、へ,へ <laughs> そういう興味あるんですかね、やっぱり。 V のねっていいじゃないのそういうところでいろいろ広めてかんとたとえ V 豚とはゆえ大事なスプラトゥーンのあの配信見る人口になるかもしれない敵じゃんで今敵まあまあそうなるか案件でしょってまあそう,そうやろなそうバルニキがお前ただねそんなするわけないじゃないですか 勝手に V た扱いしてるっていやでも V のスプラ大会やったらそうなるでしょペロ君とタソちゃんはペロ君も今日もめちゃめちゃ救い具でも暴れてたしタソもいい感じでなこうやってあの気使ってくれるからすげえ助かんのよな <laughs> いいでもいいバランスのメンバーやったよなってのも改めて思うわいい4人やった本当に ほこうん、うん、も持ってくれたしなたそがなんかいつも俺が持たなきゃっていうふうに思うところあのメンバーで率先して持つんやで人ができてる人間がペロはペロペロしてるしはい。成人しかいないんで本当にねみんな優しいんだ俺も人に優しくしようはい,やいやうんうん モイちゃんなら知ってるだろうけど超新生 VTuber ゆたちゃんは見た何それひょっとしてあのババさんの話 <laughs> あのいやい大変ね可愛らしいキャラクターがこうやって喋ってねあのモコーさんって YouTuber の方が声を当ててるねあの VTuber がいると思うんですよ <laughs> 昔モコーさん確か言うてたよね 女の皮かぶって男の声が聞こえてくるバビ肉っていうわけわからんのまで誰に銃あるんかわからんのもおるって言うてたのにね <laughs> <laughs> 完全に染まっちゃったよ <laughs> 何に誰に銃あんねんみたいな言うてたと思うけど自分なってた折り返すなーって、まあ、思考回路って変わっちゃうからねなれるんやったらなるんだよみんな よく覚えてるね。まあ、人間だから変わるからね。これから VTuber としてデビューするみたいでみんな叩く準備でもしとくか。<laughs> うんうんそれ本人に言えよ余裕で言える。<laughs> 昔言うてたのに自分やってるやんって。<laughs> なんて言うてくるやろ。すげえ楽しそうにな。そうそう。あ楽しそうにやってたな。 は変わっちゃううんだよそう人間は進化するもんね。VTuber に対する見識が広がったな。VTuber になりてえなーあれで歌ってほしいな。歌ってたか ?V になってらと思ってたけど。生まれ変わったら女になりたいって言ってたからね。わかる。顔のいい女になりたい。生まれ変わったらって。<laughs> なりてえな うんうん。思考は変わるで逃げるのはずるいよって。だってさ、おめえ、インターネット俺らもさ、13年目の活動をやっててさあ、ちょっと考え方変わったな。そんなこと言うたら俺二次会とかの配信みたいな。昔13年前だったら、そんなんするわけがねえやろとか言ってそう。<laughs> 去年、一昨年あたりからだいぶ柔軟になってきたやろ。言うて。言ってそうやんな。 呼ばれやんだけあったんかもしれや。うん。まあ今日もだいぶ臆病ではあったけどね。出てみたら面白いし、見てても面白かったと思うよ今日のは。なんで嫌なのって、なんか視聴者置いてけぼり配信になる可能性が基本的に高いからい今日のは今日は全然みんな楽しんでたと思う。ニャンニャン言ってるねーって。 そこそこの頻度でな、ね、押さえとかなあかんけどねおえちゃん視点もうすぐ動画上がるの。ちゃんと録画してますよ。うんうん。偉いねででしょまあ、誰視点で見てもそんな変わらんねえけどな、あのゲーム。<laughs> 正直言うと <laughs>。誰視点で見てもそんなには変わらんけど。コメントで騒ぎたかったのに、でよかったら動画にコメント残して。 何ののサイトで上がるのオープンレックですオープンレックで動画機能を使ってんの多分俺だけ説まあいるやろうけどヤンヤンつけ棒のところ面白かったよヤンヤンつけ棒つけあんやん見つからんやん見あんやんか切り抜きか録画保管庫に上げさすとけよで録画保管庫は多分そのまんま上げるでしょ 動画機能オープンレック標準であるよ動画機能。打ち解けていったねって最初だって21名ディスコードで会話しとるところがあってさなんかみんなおるから俺も行かなあかんよなって俺マイクミュートでさ入っとったらさ。<laughs> そしたらなんか抜けまーすって山道ちゃんさんがね言うてて、あ、じゃあここで抜ける人がおるから俺もこっそり抜けるかって抜けて配信でも見るかって大事な配信見たらさ抜けた後、あれおえちゃんいなくなったーとかって騒ぎやがんのよ <laughs> で大事な配信見たら、あいか、なんか俺おらんってことになっとるーと思って急いで戻った。うん、ばらされとったり、ああ、あかん、あかんって戻って、でなんか二次会するよーって言ったら、 まあ二十何名でやってたら正直わけわからんくなってたで人数もちょうど良かった感じあると思うけどねうんうん嬉しそうだねってえ <laughs> 正直嬉しかったあいやまあそう言われたらね嬉しかったですどうも気もかわいいです気づいたこと言うとすぐ気づかれてたと思ってよ みんな俺のことばっかり見てるんや。常に俺の動向をチェックしてるんや。胎児たちにボされたとき減らりましたかえ、うん、正直めちゃめちゃ、やばい。うん、や,あやばい。<laughs> もうあかん。ダメだ,だ。どうしたらええんや。このメンバーで負けたらどうしたらええんや、俺は。ねえ、なりますよ。まあまあまあ。繁盛が仇取ってくれたということでな。俺たちはチームだ。 繁盛優しかったね。繁盛意外とね、ずっと優しいね。最初話したときに、あれ繁盛って優しいやつなんやって思った。でも、勝ってたら退治傷に荒らされてたよ。いや、でも言うても、え、それでも勝ちたかった。<laughs> 悔しいなんで俺スプラトゥトンこんなやってんのに、あんまやってないし胎児に負けてんねん、くそーって。わ <laughs> かる。まあ、でも、ちらほらやってるからな、言うて。 キッズ荒らさないでしょうって正直もう今は耐傷で俺のこと荒そうなんて考えてるやついなさそうやけどなどうなんやろまあもうだって去年やったらもうめちゃくちゃ言われてそうやけどだいぶ打ち解けたよなうんうん一部きついのがいるよどこにでもいんのよそんなのはうんうんスプラプレイヤーとして見られてるよってそうやな活躍できたしよかったよかった おえちゃんがつっかかりすぎなんでしょうって <laughs> うんごめん気をつけようこれからは気をつけてつっかかるなあニコニコ時代はすごかったよでもっとすごかったすごいってどういうこともっと荒らされるってこと恐ろしいねうんうんアマビィ本当にね良かったよなまあ味方が前出てくれるからあそこに泡流せば強いってだけなんやけどね ディフェクト編いつやるんだよで、ディフェクト編はいつになるかな調子良ければ明日やるかな明日っていうか月曜日か。いやでも今日はなんか、やっぱりそうなんやけどさ、こうやって人と通話しながらスプラトゥーンやるとなんか、普段と違うベクトルの疲れが襲ってくんのよななんか体重いわ。褒められてるとこ見よういにょって。なん、なんか何分何秒とか教えてくれれば。 おいちゃんの配信に他の人の声が乗るなんて新鮮だね。今日過去最多で乗ったんじゃな、ね、い？下手したら。うんうん。なるほどじゃあ今から麻雀やろっか。いや麻雀はやりません。昨日やりました。みんな疲れたって言ってた？うんうん。何絶対人の方がええ？ こんな盛り上がるならスプラ3マジで楽しみだねそうだねねそうスプラトゥーン3楽しみだなお絵描き笑い疲れたよってありがてえ言葉やうんおいじゃスレイザースパイアダウンロードしたけどおもろいなこれってクソおもろいやろよかったらやってみそう麻雀は週に1回にしようまあ、そんなぐらいの頻度で週1でもちょっと多いな 12週間に1回にしとこう多すぎだよ深夜のようみんな寝静まってゆっくりやるときにやろうぜこれからしばらくスプライ休みそうだねでまあそうねとりあえずもうそうね分かんないけどねまあ裏でちらほらやっとくわ <laughs> 腕にいぶらんようにおい ミミズは一生やってよってはいウラスプラ最高うんうん胎児の2時間6分ぐらいのところからだよって本当に今更やけどさ あの、さすがに運営、え、俺、あの、運営にまず釘刺しとく。あの、今日僕、繁盛さん視点ミラーを確かにしましたけど、あの、それダメなんて絶対言わないよね。<laughs> そう、あの、繁盛視点のミラーしたけど、それで俺アーカイブ消されたら、あの、オープンレック出てきます。あ、それだけ言っとこう。うん、さすがに、それはないよね。黙認してくれるよで、よしよし。そりゃそうよ。うん。繁盛から許可得てます。 ま、正確にはまだ取ってないけど。はははは。プンレクは大丈夫でしょここで言うなよ。得てないじゃん。で、得た、言うたらもうすぐ OK。繁盛があかんって言うわけねえし。どうしよう言われたら。<laughs> 俺をプンが消せるわけないって言って、ツイッチバンされたやつもおるて。<laughs> つ,つながつ。 余裕こいてたら、スイッチバンされた、みたいな <laughs>。<laughs> <laughs> ありえる話やでな。<laughs> 繋がったな、最初に。しかも、あんな、あのケツの出し方、はっきり言うよ。だいぶ恐れたケツの出し方してたよ。ちょ、俺、昔さ、ケツ花火っていう動画、ケツに花火させて踊る動画上げてんねやけどさ、ニコニコに。2012年 ?2013 年 ?2012 年かな。 2010年かな2010年やな2010年にケツに花火さして踊る動画やってん,んやけどあれでケツが使わなかったシーンがあんねやてズボン下げすぎて金玉写ってたっていうそれでノーカットになんかカットしちゃったりさあズボンっておろしすぎるとダメなんだって思ってその辺はやっぱうんこちゃんさすがやであれなんかおろし方がねあのちゃんと金玉映らんおろし方してたからそれでバンするってマジでひどい。 あれどっちなピンクの方2人でケツ出しながら踊ってない綺麗なケツだねあ上に URL 貼ってあります玉裏が映るんだねなんでケツ出したのってそういうことすんのが面白いと思ってましたなん <laughs> なら未だに思ってる中年のケツだからバンされちゃったんだよってア,マあアモーランスだって相当中年やろ 耳なめがセーフ出ててもそれやっぱおかしいよな海外のポリコレ基準は俺おかしいと思ってるからまた触れンのがよもうだからポリコレアンチするっつってんだろずっと許すなほう女ならな白人ならなアジアンヘイトってやつね ポリコレってカンコレの仲間かと思ってたよわかるわかるコレクションみたいな「ポリコレ」って何の略うんうんへえアモーランスは耳なめて稼いだお金で野生動物を保護する施設を建てている <laughs> そんな偉人やったあの人えらっマジかよ なんかブランドのバッグとか買ったりするんじゃねえの私利私欲のために耳舐めるやつなんてそんな奴しかいねえと思ってた。耳舐め成人やん。成人の方なほんと見直したよって、俺も耳舐めてもらおっかな。うんうん。 これれって1位なれんの2万5577ポイントを超えれば1位になれる今俺は3844ポイント耳なめのパイオニアだねサブスクしなきゃ <laughs> ってなるんやなあそろそろペクスもなツイッチにしにいこっかなそうだね あ、そうや。なんか俺 V の側のデータもらったんやけどさ、ファイルダウンロードしたんやって、俺も実は VTuber の側なんか送られとってさ、それをダウンロードしたんやけど、使い方が全然わからんないや。せやせや。見せてよでや、やり方がわからんくって。おおえちゃんだね <laughs> って、でも、あの、ゆで あれなんか2人ぐらい送ってくれてるひょっとしてひょっとしたら俺ちょっと見つかった1つだけダウンロードしたんやけどさあのなんで女なん V が <laughs> あの俺男の声しか出せやんけどお女 V になるのやっぱりやっぱそっちのが需要があるの V って女なんイコール「ネカマじゃん」ってそうなのよバビ肉って俺バビ肉って言葉嫌いやねバーチャル美少女 受肉肉、呪肉体みたいな。気持ち悪いわ。<laughs> ごめん、もう俺人生何回やり直してもやっぱりそうやって思ってしまう。バビ肉も、バ,バビ肉って言葉が気持ち悪い。いやだよね。俺間違ってるかな。ごめん、俺ポリコレと意見合わんね考えた人気モいねでも、個人の感想な。好きな人もおるかもしれんけど。苦手やねえ。 ただのネカマじゃん。普通に V でいいじゃんでさんな。ネカマ V でいいやんな。グロいね。うんうん。はあ、そうなんやね。皮かぶったらエールオンで配信頼むね。ああ、確かに。練習しとくか、今のうちに。皮かぶって。エールオン えうんうんうんそうするかかぶるなまあやるかどうかまあ分かんねえけどな単発ネタやろねあいやおえちゃんの切り抜きがこの配信終わる前に切り抜き上げるのが当たり前になってるけどおえちゃん的にはありなの俺は許せないえ別にええやん上げたいタイミングで上げたらええがない 来い来い何をそんな気使って生きてんの疲れるぜ。別にあげたっていいじゃん。別にお前ら見やんだら、ね、後で、後で見ようよって見たらええねん。上がったなって思ってるやつは。で、切り抜きしか見てないやつとかも無理やろし、そいつらが早めに見るんやったらそれでよくないうん。俺があげていいって言ったの。全然気にしない。 感謝の練習しようよ。またなんか叩いてんの最近全然何も叩いてないから切り抜きが伸びません。<laughs> 最近何も叩いてないです。平和です。そうそう、叩いとく二次会何やったのあよく聞いてくれたね。ガーティック本っていうお絵かき伝言ゲームです。まだ動画上がらんオープンレックいつ動が投稿されんねん。 誰たたこうケツでも叩いておくかいうんうん平和でいいねもうんか絵うまいって褒められてるえー、でもみんなうまかった今回本当にガーティックホン参加してる人みんなうまかったうん <laughs> <laughs> そうだねそんなそういうのでええのよ それで成り立ってた感あるよ。だって10人おってさ、10人やったよな、総勢。そう。それであんだけちゃんと成り立ってたんすごいよ。普通だって、別に絵上手い人間の集まりじゃねえんだから、スプラトゥーンプレイヤーの集まりで、てかスプラトゥンプレイヤーってみんな絵上手いの21。20人おった中で10人が自信あってきたと仮定しても、それでもすごいわ。 おいちゃんガーティック本進めたらあんなゲームやらないって言ってたじゃん。でまあ面白かったです。<laughs> はい。うん、うん。えー。<laughs> またやってよってまあなんか機会あればね。素直だねーって。 そんな絵字かねでもマウスでこうやって描きながら思ったけど俺もそんな年と逆に年取って絵上手くなった説あるかもなあの特徴をどういうふうに捉えようとかなんかそういう思考がしっかりしてた頭の中でキーマウできないのにね、まあ、マウスでな頑張ってなそうそう物の見方が変わるっていうかどうやったら 人に伝わりやすいかっていうのを意識するようになったかも。いや、わかんないけど、もともとその、どういう風に考えて絵描いてたか。ペンタブ買おうよ。ミミズマウスだよ。ゴスティングはしてない。あー、あのね、一回、あの、巨大な何かを描こうと思った時に、巨大で思いつくもんを描こうっていう、あ,、まあ、ちょっとあんまりネタバレになるからやめとくか。その時だけ一回調べた。 そうそうあれわかるように伝わるように書くのが大事あるなあ,あれねそうなんや時間制限があるゲームは難しいね早く見たいよってまあマチンシャイって退治も全然下手じゃなかったよ、えー、正直お俺割とあこの絵退治なんやと思って ななんんか勝手なイメージだけど胎児え下手そうやん <laughs> いやそうでもねえか,か俺勝手に下手なんじゃねえかなと思ったけど意外とあ,あ分かりやすいって今日体重に甘いあマジかもうちょっと噛みついてくか <laughs> 甘いか最近ちょっと優しい心手に入れちまったなうまいのと下手なのがあるよねまあ難しいねなんか自分が得意なもんとかそうじゃないもんとか 別に噛みつくのって面白くないけどな <laughs> だって甘いとか言うからハゼボは図形が苦手だからねであまあ、ケーキもそうやしなえくらい下手であってくれ確かに バルニキの時にも言うたけどお前ゲーム上手くてスプラトゥーン上手くて嫁おって金あって絵まで上手かったらどうすんねんって確かにな怒り狂うよな冷静に考えればハゼ坊ってなんだよ繁盛の最近のニックネーム羨ましいね人権あんのって 体重169センチ。ちょっと足りない。うん、ないじゃん。1センチ負けてんじゃん、<laughs> 身長も負けて。うん。サバよも。そうそう、身長なんてお前結婚とかしたら何も関係ねえやろうが。 ちゃんちっちゃいよ俺大きかったら嫌じゃんなんかちっちゃいからイメージ通りって感じ子どもの身長に関係があるよって嫌なこと言うね別に背が高ければええってもんじゃねえよ俺が190とかあったら気持ち悪いやろよかった1 6 8ンチでな俺180変だよね広がり長身になっちゃうよ、ね そうイケメン病になっちゃうキモそう120なら笑うんだけどなって俺が <laughs> ちっちゃすぎやろ180のぶりっ子はきつい分かる分かる180やったらそもそもぶりっ子じゃなさせやけどた多分ぶりっ子のやつらの共通点幼少期の時から可愛い可愛いって言われてたことやと思う俺はそうだ おいちゃん、175ありそうなのに顔がちっちゃいからな。めちゃめちゃ俺言うけど、俺幼少期めちゃめちゃ可愛いって言われてたよ。悪いけど。<laughs> ごめん、信じられないぐらい、ま、街行く人に言われてたレベルで。今は、って外出ねえから知らねえよ。今も可愛いんだけどね。いつから言われなくなりましたか 外出なくなってからかな。今も出れば言われるでしょうに。写真ないの僕の幼少期の。うんうん。アルバムから持ってこいなあかん。なんや、三重の田舎しか映ってねえぞ、背景に。アルバム探してみるか。アルバムのある部屋は分かってるんや。 見たいのーって。写真が色あせてねえか心配やな。あの、アルバムをさ、こうやって、お前らありやん。アルバムってわかるアルバムわかるわな。あれに写真がいっぱい入ってるやんか。あれをさと、なんちゅうの、本がさ、ちょっと黄ばんだりしてない。うちのやつ若干黄ばんでた気がする。だって俺が幼少期ってそれこそ30年ぐらい前とかやでな。色変わるよね、アルバム保存するやつって。あ、黄ばむのよ。なんでそんな材質にしてんやろ 日焼けしちゃうよって。平成初期なわけだねってそうだね。まあ俺が生まれた時は昭和やけど。うんうん。あ、そういうのってあんのか。末っ子は写真が少ないとかってやっぱあんのああいうのって大体小学校までの写真,写真しかないよな、でも。卒業式あたりで終わんねん、アルバム。あれ、俺、卒業 の写真アルバムあったっけなお兄ちゃんはあるやろうけど一番上はアホみたいにあるんでやっぱそうなんねやてかお兄ちゃんと写ってる写真が多すぎかもしれんそれが問題やおいちゃん卒業式行ったの小学校行ったよ3兄弟の真ん中は少ないのうそ、うん うちは末っ子の妹あ妹が一番少なかったと思う人生楽しかった楽しい楽しいよいい人生だよ親が3歳ぐらいからめんどくさがって写真屋でくれるやつ入れっぱなしにされてたよ写真屋でくれるやつうんうん 俺今日5人兄弟の真ん中だけどバカ多いよすげえな5人兄弟おあれやろ同級生の女におそ松さんのコスプレしてよとか言われんにろうんうんなあおいちゃんマジで核戦争になったらどうする俺人生諦められないよ <laughs> 脅迫性障害の人もいるねそうなったら全員滅びるから一緒です 深刻だねーって悩まんで大事大事。核戦争まで行ったらもう終わりよ。地球の寿命がその時あったっていう最後の瞬間に立ち会えたね。ラッキー。核シェルターはちょっと真面目に考えたことがある。<laughs> 核シェルターってやっぱ核から守ってくれんの。やっぱ宇宙に行くのがええかもな、人類は。 最後までおいちゃん配信してくれるってうんおいみんなやべえ外が光ってるわーってまもなく俺らち消滅するけど本当に今までありがとういい夢見るプーよーってザザザザーってなってその時は超低遅延モードで見てな最後まで言えるよ俺が言えるように動画来たあガーティック本能よければそちらもご視聴くださーい 同時視聴しようよ。で、ガーティック本。あ、見るガーティック本。いや、待てよ。まあ、動画で見てもらうのがいいかな。おえちゃん、行くわ。俺、俺、今やってんのに。あし後で俺が見るからいいんだよ。再生数稼ぐためかって、まあ、そういうことや。<laughs> 再生数欲しい。 動画やからなんと皆さんアーカイブ視聴制限を使わずに視聴することができるので一般、えー、え、なにけ、一般会員の皆さんも安心です何度でも見れます絶対、そうやんね、そういうシステムのはず。ちょっと一般会員一人試してきて。うん。確かそう。オープンレック神じゃん無料です。 うんうん、焦らなくてもいいゆっくり見ればいいサブスク限定でもないんですか俺サブスクやってない <laughs> <laughs> え俺サブスクやってねえ今日エールオフ広告つけてね <laughs> みんな無料で見てってくれうん <laughs> どうも応援のだ どうやって儲けてんの儲かんねえよ。昨日でも俺、あれやん。ミミズやった後に麻雀やってタグ変更でお前らから L らっちゃったし。この前も誕生日で小じきしてアホほどもらったし。へへへ。昨日は L 送らせてくれてありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。そんな、あの、がっつり奴隷根性みたいなの染み付けんでも大丈夫なんやで。ありがとうな。 エールした挙げきに感謝までしとる <laughs> これ VTuber になっても大丈夫ですわ <laughs> うんうんいいやつやないいやつっていうとこいやまあありがたいけどねありがとねうんうんおいちゃん人狼で好きな配役って何やっぱり霊能村だよね9人のあれが一番だ 高校講座ってて動画誰がどんんな意図でプンレクに上げてんのゲームばっかりしてあの脳みそ使ってない高校生たちにあの高校講座が動画上げてんねん。ゲームばっかりしとったらかんで勉強してくれそういう気持ちよきっと。うんうん。リアルタイムで人狼見たことないって。うん。めっちゃたまーにしかやってない今。高校講座、高校講座、高校講座。割と言いやすい。 何それ授業やってんのなんか授業やってるチャンネル動画が上がってんのよオープンレックに多分 YouTube とかいろんなサイトに上げてんねやと思う <laughs> もう人狼界隈廃れてるでしょって人狼なんか聞かねえよな人狼やってますみたいなああ5172で終わってしまったどれどれ動画上がったちょっと確認しようや スマホでえっとおえちゃんのマイページからおおお前らすごいやん何がすごいってちょっと待てよだって今上がった動画やろオープンレックのじゃんサムネイルさこれでよかったかなと思ってるけど 未公開映像、胎児軍と繁盛軍でお絵かきチャット。もう556再生もされてんぞ。え、57分前やん俺上がってんの。一 <laughs> 1時間でこれえ、57分も前に投稿されたえ、嘘あ、なるほど。俺が動画投稿して公開されたのがってことか。さっき公開されて、俺が動画投稿の開始をしたんが57分前ってことか。 さっき通知が来たんや、それで。あ、その、俺が公開って押したタイミングが投稿時間57分前になるんだ。さっきで556再生ってすごいじゃん。1時間近くかかったってことやな、動画。1時間の動画あげんのに。ま、あ容量が重かったんかもしれん。えー、ちょっと触りだけ見よっかな。え<っ>何これ、うん、最初に、うん。 お題を書き込むんさ。うん、なるほどね。そうそう。で、そのお題がランダムな人に飛んでくから、コメントついてるやんすでに。うん。お題通りに書くあれだよね。簡単なんでしょう。まあなんとなくお題通りでもいいし。画面がキャプス出てる。オッケー。やつや。何しよう。まあこの辺で終わっとくか。バルニキ声もいいしね。 まあ続きは気になる方は見てくださーい早すぎる <laughs> お前ら見ないとあれだしよしじゃあ動画投稿したでまあ気になる方はよかったら見てねあ満足したね気になる予想再生数は最終的な、うん、3200 おいこんばんは、動画見てきまーす。あ出来立てほやほやのな。それでもいいよ。生々しいね。ズボンはがし、ケツ半分。なんか新しいコピペでも生まれた褒められてるとこ見ようよ。あ、体重見ていいいいよね。ありがとう。いや、でもなん,かな,んかてなんか気持ち悪くてれそうやしな。 なんかそういうとこお前らに見られるの嫌だな。一人でニヤニヤしよう。見たいいいだろうって。えー、ちょっとどれぐらい、いい大臣にどれぐらい褒められたんか。あ、てか、繁盛に褒められた視点見る方が正しいか。繁盛やったらどの辺やああ、YouTube で。 褒められたのタイジ敵チームなのに懐が広いね2時間6分それで泰治の方やったなはいしょっつる鉱山ですねガチヤグラすげえちゃんと繁盛ってちゃんと動画上げてんやな <laughs> ミラーされてる時これはまずい俺出てねえから 2時間ぐらいね、OK、え2時間やったっけもっと後じゃねあその後あれか2時間も繁盛そのまま配信してたんかどれどれ 初戦はボロカス言われてたよしじゃあいいとこだけ見よう二時間何分ぐらいやここやあこれだこれだいまずは本当に大人やったよい俺も大人やったけどリクもかなり大人やっ いやバズはね、本当に俺と組んでから大人になったと思ういやそうなのうん俺とあの、一回固定組んだじゃん繁盛なほんとーク回してたよな大人になったよ変わったうんマジかちゃんスタートてるんだけど俺の視点見てるちょっと待って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 もうこの…よしよしよし来た言い込むは分からんけどまだまだ大人になってる いやいや,い,やいやいや、ま,だいあまあ、でも、確かにまだ十八だからね、俺。そう。まだ十八だから。も感染の仕方わかんねえや、全然。おえちゃんだけ見とこう。<laughs> 俺らんなんや。や、なんか俺感染させられてるんだけど。やめてほしちょっと、こんにちは。やめて、直撮りらしいよ。やめてほだろ、 めんじくさいもんな、キャやっぱそうよな。いやっぱキャップ,ャップ使わないからさ。おー。おえちゃんフローでやってる。そうよね。ほんと、褒めろ、褒めろ早く褒めろスりゃやっぱカップも触んないもん。<う><う>おえちゃん無双する。まあ、2キルですよ。フロでえ、やれんじゃないそれあれ、惜しかってんな。マジで関わりないからな。 これこれが多分やってない時に始めたからこれうまいようまいやんおいおえちゃんちょっと無双してるけどおえちゃんおえちゃんですおえちゃん無双してるけど相手何してんのこれ相手おえちゃんにボコボコされてるってお前らおえちゃん大会出た方がいいぞ ここでも一回塗り替えされるからめっちゃ気持ちよくなってきた今弱い前提でしょそりゃウエちゃん無双だけどペロちゃんペロちゃん死んだウエちゃんそれはきついね頑張れ俺えっあっカヨタススシ持ってんのかよ

おえちゃんが沼って連で進んの覗きに行ったら無双しとるからつまらんから視点変えたんじゃないかなああ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 なあああああああなああたいああ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 さすがにあああああああたああ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 あ 全員聞きせんじゃあ、褒めて。これ負けるえあっちゅう、えあれあなんか俺の死に方突っ込まれてる、ちょっと待って。え、五人7位強くなわめっちゃ強い 日本代表するコントローラーだって言のコントローラーだって言だのコントローラーって言うあコれモカロコントローラーコレモカタシアイアンニジャニサイコントローラーコレモカツヤクスンやんな2カツヤントローラーツヤクスンガコレモカツヤクスンガコレモカツヤクスンガコレってツったらンガコレモカツヤこれンガコレモカツヤクスンガコレモカツヤクスンコレモカツヤクスンだからあれでヤクス一回コねモ山道レンゾまだ でもあのそうそうそう、えらいぞ <laughs> <laughs> いスプラローラやろうな半女ははハハ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 ハわんハハ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 ーハハ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 んハハ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 んハハ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 いハハ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  だって弱いいやミサイル環境おもんないんだもんだってローラー持っても急に決まった瞬間に何で俺だけカーリングで前で行かなきゃいけないの環境が悪いこの視点面白いよな丸見さんはたせるのが悪いよ俺から入ってるこれ何実はそう一発も当たってなかったんだよ俺が勝手に苦しんでるわ 定、ね、点カメラってやつ <noise> だって最初の方ホントにさエイムがプルプルやったもん俺マジで自分でもわかるけどこの試合めっちゃエイムってかその安定してるわプルプルしてんのがここでやん

俺ちゃんやるじゃん高行き俺ちゃんエイペックスよりもさ全然スプラの方が自信あるよな絶対うん間違いないエイペックス自信ないもん探しちしないでこんなもんやこれ俺がれるたぶん勝つ頑張れナイスナイコアアいコはでかいそういう相打ちやったんやペロちゃんペロペロしろペロペロちゃんと一緒に最初からバランスやってけば

来る完璧なミサイル、おえちゃん、おえちゃんいいとこ映した、やっていく、おえちゃん、あこ3キするとこや、バレるやつや、バレるやつや、るやつや、バレるバレるやつや、バレるやバレるやつそうなんすよ、ここ俺3キルしたんですよ、おえちゃんいいよ、おえちゃんが潜伏、これうまいよ、当たりそう、おえちゃん、おえちゃん、どうした、いやー、それもうヘイト買ってるだけない、おえちゃん、それ。

これいいわ。どこのステー開けるわあ触れてたねー。ここのチョウザメここのチョウザメダメか <laughs> 俺の。俺たちは俺たち、ョーグ B が決めたんやけどダメかそれで俺泣いたちは終わった後に。いや泣くわあれは日本のサインがたからな。もう。対治しても後で見てよって<ー>そうする バロラントの話だャメンタルに来るポジションじゃん。ハンジちゃんとバズのこと。いや、バズのこと応援してたよ、大会の合間とか。ラスト。今日気持ちいいなマジで。チームサンキュー。次は取れるってことや、そこは。ハンジョしか感染してない。に。って大事なんだお前らもっと興味持て周りの奴ら。最近バロラント僕使ってるけど。バロラント、バロラント言うてる。そうか、バズさんがおるでな。出て使おう。出れてよかったね。

俺これいつも左から行くんやってあそっから割れとったのはあちょっとそうなんだじゃあねんこれはい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 はてはい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 いは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 いいいいいい いいとこ取ってるうまいうまい天才天才お前でこのディールガン俺がやるんじゃなかったっけいいね前潜伏してもいいねお考えペローあーペロが張った惜しいディールガンじゃねえわマニューバやうわーシーズっ8秒かったね今の体さずに惜しい10ここで10やもんなおいちゃん

あえ待って、バラフってやってる10から八とかになったらそれだけでも大きいからね出ないのええっ開会前、開会とかは先になってたやばい、開会だったらやばい、ナイスダッシュはさ、バラフってやっていつか行かってなめっちゃ行きてるよハハお、なんか違う話してないつおらんかいやよおえちゃんの方向も決いるか左かおえちゃんは俺左ルート好きなんさあ、左右もおえちゃんが頑張りますここ、俺ね、あの、ちなみにこの大丈夫です これ、ほんに狙って割ってるよこれここで降りてくるからっていや、いいとこ死んでんじゃないそうそうそう、あそこ降りてくるって分かってるからみんながと守ろうとしてねあと一発シードあったこいぞ、バルさん今の先シードだったなやっぱ来ると思っただがしかしま変えたと思ってる降りるか、そこなるほどあえて右ルート選択いいぞいいぞー近々ぎに行くかなまあまあいいんじゃないいいんじゃないいいとこ死んでんじゃない バルさん潜か、センプかペロが飛んだあバレたん、カーリングで俺、それ嫌いだわ、カーリングバレんのバルさん、何やってんの <laughs> え、何バルにおいちゃんこんなんあったなおちゃんボイスターが止めるんだ、おイちゃん逃げないか、これ、そう、ほこ所がな、ね、綺麗に入ったよな、バルさんいいシード、それは。 いやここちょっと焦り出すこれペロちゃんカバーいきたいねナイスゴットペロちゃんイズゴット今の遮蔽に隠れてうわペロゴットだお前うわこいつマジで俺とだけ相性悪いんだこいつクソ強いやんめちゃ今ま今のまバうまいうまいうまいうんいうまいうまいうまいうういうまう こいつ無双して強いよ。ペロさん。俺とだけ相性は悪いと言われてる男。い,いよんかシールドが着地してどうなるかって見えて。もんな。うん、なんかトレ覚えて持ってるか？俺ちゃん持ってるし、ね、人いるじゃん。でコーチがいるじゃんで、残り10カウンターでそんなに焦らずにっていう感じで情報収集するでほう。

いや、そうしょうがないプロも褒めてたから、みんな褒めてくれてたやってくれるやってくれるねこういうのがうまいうまい早動き速いこの人いいボム動き早っ後ろ来てるな、これ前で出続けるしかないいや、これはしょうがない今のはしょうがない、後ろ来てたからうまいーおいいよああらら、相手固まってたしかも、お前そこで持つのそうよ、持つのよ、パスは。

いや大体負けるからアイスですこの参戦マジでよかったペロちゃんちそうなんこうなるのよねペロさん2 <laughs> 1キルああペロさん,ん,、ね、ロさんという話があったんですよ本日は無双だったね塗りの大事さが分かる参戦だったねああよかった オーバーバフロッシャーがついに世に認められたんやなって感慨深えな対峙視点はみんな見たよってみんな見たらしい対峙も見ようよでええどうしよっかな <laughs> 対峙も見てって見てないじゃあお前ら見てねえやったら見るかどんなどれぐらい褒めてんねや 緊張するねえスプラトゥーン褒められることなんてないからねで二2時間4分っつったなおこの辺が。 でも山道に来ていいんじゃない、うん、うん、山道にしといたら大丈夫。山道、うん、山道とマ、まあ、ティラミスの操作さえ分かれば、もうそこガチャガチャしてたら行く。こんなもんどうえ、これって死んだらいいんもうちょっとコメント見える方がいいないない、ね。普通にずっと山道だと思う。あ、死んだら変わるかな、ワンちゃん。いや。<laughs> 普通に選んでたら変わんないと思う。なんか、オートにしてたら、死んだ時り憶わるけど。じゃ、大丈夫。コメントはいらないよ。そうか。彼女と一緒に感染嫌なんだけこれ。じゃ、ボルカス叩かれてたら、怖いしな。プラスで。操作方法見れるよ。オッケー、押さなかったら。本当だ。なんか、統率取れてるよな。最初のコメント欄はいつも思うけど。俺より。さっスタンプ、すげえ多いもん。いいよな。

えなんか褒められてるぞ俺胎児が信じられないみたいな感じでジェッパで行きたいねバルがいい位置うわこれあっでも一緒に打ってほしいよおでかいでかい寿司誰だこれを狙ってやがるナイスナイスうわっ

さっきの体重だと思ったんがそもそも違ったってことパイナパップルやったってこと思ったよりもおえちゃん普通にやっぱ動けてるよね思ったよりもなのに普通にまあありがとうそうなのよこの試合頑張ってんのよ何の視点懐かしいわ しかもこいつ上手ぇしマジでおおペロにあの距離どうやらかないからアデカタシこれ絶歯で落としたりしてあ、絶歯しやばいよおえちゃんが上手いオイちゃんが上手いオそうなんですああ頑張ったんですまあでもこれこうカウント伸びたから次打開できればある

コメントも褒められてるありがとうねー <laughs> いやー気持ちいいなこれ,ーーれ <laughs> ヤンキーがいいことしただけ <laughs> 素直に褒めろっいおいちゃんスタンプも流れてた大事<え>の配信で, <laughs> 配信で <laughs> たまに流れてる実は大事 <laughs> のコメランの方がおえちゃんのスタンプ流れてる ほんとになこ,このスタンプとかまず見やんこ,れ <laughs> これまず見やんスタンプ俺の枠であ <laughs> 使い道あったんやちゃんと俺のスタンプ自分の OBS のちっちゃい画面見ようとしてるさあ,さあさあ,あ山道あのギア懐かしい <laughs> 思い出話に花咲かってるバカダサいギアいやこれ本気だわ山道本気モードでこのギアマジでダツいねこれこれめちゃくちゃあの警戒してそう全員で言ってるもん山道に対していや山道しか狙ってないすごい山道のアップやばいんだからティラミスが家庭から山道から落とそうみたいな感じ いやみんなそんなこと考えてたんうちのチームメイト俺近くにいたからでもそういうことなんやなそういうみんな集まったわけやこれはやりたいこれはやりたい画面外で死ぬやつや繁盛がバカ笑いしたシーンあでもこれああヘロちゃん出してくんなうまさマジで

いや、うまいわうまい。それはうまいわうまい。これはしょうがないとしか言いようがないうますぎるわじゃ、ダメだけどキャラコンってうままじゃ揃ってるわや人数はあるけどあ、でも、あ、俺は一人的だよすごいあーチョコメロなの気をつけろ、これいや、よく塗ってるよく塗ったまじで

強くないお前始まりますあっまだでしたこれたいじさんが A ボタン押してない,んじゃないですねタイジさんが押してないから始まんないんじゃないですか、うん、メロンが前出たところンかかレンゾンが合図出してた <laughs> ンンしてたいじ <laughs> <laughs> 全然押さんやんと思ったら気づいたもんし,かして <laughs> 今レンゾンが押せーってやってたな、うん、そんなやりとりがあったんか ババリリ強かかった気づん結局あいつ昔からマジで AM いいからな本当。爆バカハイカスきたハイカスハイカスだハイカスだハイカス刺さるこれ絶対俺もっハイドラやばいなって思っだけどハイカスあませええ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 えやばいやええええなかったえええしてええええいねこれ

やエラー、最高そう、エラー、いやいいいいツッコミ、今のディール感で絶対トレーニング、まずいな、がで触れわかる、敵視点見ると、まじで味方つえわかる、改めて、まじで強いメンバーだったんだ、おうまい

相性悪いね。いや、しかも H3D じゃなくてチェリーの方持ってきてるのがやらしい。<laughs> マジで。おいし<か>、ね、い。マジで。マジで。やば。という。いや、でも、十分褒められてたな。<laughs> めちゃめちゃ褒められてたな。<laughs> うん。いや、でも、誇らしい動きできてて、あの試合も俺悪くなかったと思ってるよ。 いやなるほどね試合の後も褒められてたよでも十分伝わった嬉しかった <laughs> <laughs> おいちゃん誰よりもスプラやってるって褒められてたうんそうかも本当に前にスマブラする時大事にあった時も俺スマ俺スプラトゥーンやってるからなって言,って言うてなんか褒めてもらったわ間違いないって いややっぱちゃんとゲームを愛するのって大事なんやなこういうのに呼ばれる機会も来ると花な花山3倍になった <laughs> 褒めてないそれ嘘プロとやってる時間変わんないの、ね、やべえよってうんやばいね <laughs> 4100 11何十時間明日もこの大会見たいよっていやもうここで終わっとくのがいいのよ 次ボロ出るからな楽しいねいや楽しいね考えてやってないから僕思考力でしか勝てないからねあとは反射神経が身につけばな3100ぐらいいくと思うんやけどなおえちゃんってプロじゃないの残念ながらなプロゲーマーじゃないのよ今は対抗戦で鍛えたらいいのにうんでも対抗戦で俺とやりたがる人は結構俺や 30代半ばじゃ厳しいね。スプラスリーでいろんな人が増えてってなってさ、そうなるやろな。ああ、昔みんな俺と対抗戦とかさ、大会出てくれた人らが全然知らねえやつらでやってるわって。<laughs> だ、あ、全然知らねえ。なんか新しい強えやつでやってるわ。まあ、呼ばれることなさそうやな、もう二度と。なるんですかね。若い目今のうちに潰しとかなあかん、俺。 そうやって老害になっていくんやろうねうんうん今のうちにいっぱい出とこうって2のうちにな若い世代が来るよ<お>うんうんうんスリ3ねー新しい子出てくんだろうね まあ、1と2はだいぶ入れ替わり、やっぱりプレイヤーでもあったって感じ、イメージあるからな。まあ、俺、1あんま知らないんだけどさ。2から税ってすごい多いもんな。いつかまた誰とか言われそうだねって。なんならスプラ税の人なんで半分以上俺のこと分かってないと思うよ。誰それって、ってなってると思う。2で有名になったのいっぱいいるよ。 3は人口は、ま、2より若干少ないぐらいやと思う。まあ、スイッチのやっぱり、スプラトゥーンが一発目やったで、売り上げは多分2の方がいいと思うな、俺は。うんうん。おえちゃんって。お腹痛くて眠れないって。俺今日はいい夢見れそう。そう、Wii U が少なかったりな。普及率が。 2で消えたのは問題児が大変だった気がするよ。あ、そうなんや。問題児がみんな消えたんか。パイナポーって問題児だと思ってたんやけど、勝手に。そうでもねえんやな。うんうん。3、新規に音記せまくって、大会出ようよ。うん、今、だからそのために今日出たんやで。3で大会出るために音記せまくって、今、俺、その準備してるとこな。 そうそういう不業業だから出たんだよってそれ <laughs> 楽しみだねいいねっておん <laughs> って <laughs> な,んなら俺がいっぱいオン来たけど <laughs> ナポーはいい人なんだよってなんか俺暴言吐くタイプのさこれこれの手下のやべえやつやと思ってたんやけどやっぱちゃんとしてんだね 年齢詐称と、年齢詐称では逆さば読んだりするってことやろ根はいいやつなんだよ。で、まあ、おののキャラクターがあるからな。俺だって根はいいやつやん。やっぱ誤解されやすい人っているからね仲良くしてもらえたらいいことだよ。て僕もそう思います。ちょっとめんどくさいおっさんやけど、よろしくお願いします。こんにちは。 おえちゃんは特になってうん誤解されてるのかあの単純にそのまんまイメージが悪いのか分からんけど <laughs> めんどくさいおっさんだねってちょっと背はかかるぐらいの方がかわいいのねおはよう今起きた今起きたの僕でもぼちぼち寝るよもう1時20分で2時までには今日は寝ると思いますうんうん ワクチンいつっえっ、ー、と、正確に言うとあさってやだ。あさって正確に言うと明日か。そうなんよ。ワクチンの準備もしなきゃ。午後からだったかな ?2 時からじゃんこんやる。いや、もう今日は疲れたよ。単発の予定あんのディフェクト編ぐらい。 なんでそんな早いんですかってまあ起きたの遅かったけど睡眠はそこまでしっかりとったわけじゃないんだ同じ日や最悪 <laughs> なんでやええやねえかワクチン接種かぶって嫌だってどんなあれやばい金扱いすんのやめろ麻雀昨日やったっちゅうの思春期なんだよってなるほどねお父さんと娘のパンツを一緒に洗っちゃうぞー なんらお娘のパンツお父さんが洗っちゃうぞ <laughs> うんうんやめてってこい気持ち悪いねんだって俺気持ち悪いもんパパは気持ち悪いんだぞ <laughs> 娘のパンツをかぶりながらも <laughs> み洗いしとくか洗濯板でね 子供いたら本当にやりそうだねーっていや、やらないと思うけど。どうだろう。思春期じゃなくても嫌がるよ。はい。捕まらんように気をつけるわ。あって。いたらうざいねー。まあ、大丈夫だよ。娘も子供も生まれねえからなぁ。おにゃー。 家事やらないでしょで娘のためにするかもしれん。うんうん。<laughs> ツイッターに子供とキスする動画載せたら性的虐待炎上しそうだねって。え、そういうのってアウトなん。娘独中ぐらいするよねしあんのか。どこがって小さい頃するよね。 釈迦が上げててたよよって家庭にりりけなんやなやいいでしょうってそれはいいよねどこにするのうーんマウス <laughs> 虫歯がうつるかもしれないってそれはよくねえなほっぺたやなするなら確かにおやすみのチスな <laughs> 口はやだよーで俺昔ややった子供の頃 あうちの家系はちなみに子供の頃あの、うん、あのお休みするときにお父さんとお母さんに口づけするっていう風習があったんやけど俺嫌だったななんか気持ち悪いよ、うん、きついよーでそういうもんやと思ってあえ口だった欧米かっていや昭和ですかなりきついよーで お前が気持ち悪い被害者なのって俺それで舌入れたことある <laughs> お父さんおい母さんおやすみなさい,いベロ気持ち悪いわ !PTA に報告されるかもしれん案件やすごいね 幼少期から性欲強すぎやろこのが聞いて <laughs> <laughs> お父さんお母さんに思われてたことでしょう <laughs> いろいろあるんだね大物になるよ普通しないもんなお,うおっぱいの吸い方もテクニックだテクニカルだったんだろうなーって <laughs> 気持ち悪い話すんじゃねえ 異性であろうと血が繋がってあればそういうのは無理だよ。で、俺もそう思うよ。だから俺妹系の AV 反対派やねん。好きな女優見るときはめっちゃ言い訳しながら見んのな。妹が見たいんじゃない。この女優が見たいんだっていう。例のパターンな。<あ> <laughs> 一部需要あるらしい。 うさみはるは妹が多くな、あ、そうだ、今日あの初めて見た人耳塞いで。もう大丈夫。うんうん。その点一人っ子って最強じゃなーい一人っ子ほど妹ものとかが好きになんねん、お姉ちゃんもんとかが。だから一人っ子って変なやつ多いんだよなーって。はははは。 異性の兄弟がいないやつの幻想なんやろあれってそうなんのよいやでもこれは実際そうやと思うけどおいちゃん兄弟いるけど変じゃん俺は変だけどそういるときついのようんうん兄貴が妹もの見てたいもんよ <laughs> じゃあ弟はそれを拝借してと。い今性癖の,のどういう風に歪んでいくのかって話やったやん。だからこの前昨日の雑談で言うたらろあの絶好って金務とか言ってさあのメスガキに興奮するのは幼少期にあの気違行動で目立ってたやつ,だしやつだっていう話。それと同じよ。性癖が歪むねん。女兄弟がいないと。 そうそうそうそれとこれとは別だよってそうなのえマジなんそれでうん昨日雑談しながらそうなんじゃないかって疑ってたありえる話やと思うだって欧米人とかさまあこれ一部のレアでニュースとかでよく聞くけどさなんかあの牧場で飼ってるヤギとセックスし感じしたみたいなさ <laughs> <laughs> 変な奴おるやん。海外の性癖マジで歪んでるからな、お前ら。日本じゃまず効かんやろうけど、海外のヤギトみてえな。うん、外、外のヤギトみていな、牧場の。おかしいね。クレイジー、クレイジーラクーン。行かれてんねえで、おかこな。悪いけど、俺、は割とそんな人身近におったら差別しちゃうかもしれやん。ははは。 ちょ海外の,あのポリコレの手前申し訳ないけどそれはお前さすがに <laughs> ってなるよね外国の人は獣率が高いんだよってそういうことか <laughs> ヤギがかわいそうだね <laughs> おい獣馬娘とかも危ないんじゃないですかでも馬娘なら今 割と、まあまあ、そう、まあ、ギリギリライン <laughs>。俺はあんま得意じゃないけどな、正直言うと。人じゃんでまあ、ほぼ人やでな。耳生えてて、尻尾生えてんじゃん。馬娘は人だろうっていう。まあ、まだわかるライン。馬批判と。擬人化はいけるよ。生き物じゃない、擬人化のが好きなよな、俺は。 ヒゲが生え始めると毛もなはやばいんだよヒゲポケモンは俺ポケニーもわかんないもん例えばで昔なんかツイッターかなんかで10年なんかネットで見たやつでなんかタバコの銘柄を擬人化しましたみたいなんでああこれ面白いデザインやなって性的な目で見てないよあタバコのデザインのその柄とかをで服でデザインするとこういう感じなんにゃっての好きやった別に性的に見てないから そそうそうああいうの好きやね服にしたらこうなるみてえなポッキーとかそういうの求めてないんだよそうデザインが好きなああいう擬人化のセンスもあるやつは面白いよねエロい話だけしてよなんで昔海外から送られたあそれやめとこうあん 何うまいもんの妹ってイズならどれでもいけるよ今のゲゲゲの鬼太郎は猫娘が目が可愛くされてるよって今あれだから現代のオタクどもに媚び売ってんねん昔の猫娘なんてお前なあ <laughs> あれやったけど今も目キラキラになってそういうことよねあれも視聴率のために変更しました現代向けに。 おえちゃんの擬人化は今喋ってるわんや俺人間や子供がそれだと見ないからだよかわいらしいやつの方が子供受けもええんやろね昔のアニメは昔のオタク向けにデザインされているへいへい。引きこもりのニートの擬人化でしょって俺 アニポケの、アニメポケモンの絵柄変わった時も衝撃やったでな。サトシ君がカラコン入れてるとか言われて <laughs>。あの縦長のさ、目がさ、ちょっと横長になってカラコンしてるやんって言われんねん。ブラックホワイトのアニメからそうなんやっけな。つやんな。 まあ今でも別にいいけどさだから昔のポケモンは安心するっていうかなんか逆にそのブラックホワイトで慣れてる子が今の昔のポケモン見たらなんかいらせ作が変だよーってなるんやろうね3分はゴミまあみんなそん時の世代がいいって言うのよ 三はもうんポケモンのアニメとか何年も見てねえもん。割と全部好きだよって。俺3分1話だけなんか木曜日やったかに何かに見た記憶あるけど、そんなに違和感なく見れたけどな。今こんな感じになってんねやって。1話目じゃなかったかな3分の。ママと一緒に、何地方やったか忘れたけど行、く行くところ、バリヤードと一緒に。 動いてればありだよってアンチの声が大きかったんで周りのやつらはなんかみんな騒いでるからこれはダメなもんなんだって思い込んで否定してるやつも結構いると思うよ俺アニメ見た時別にそこまであこんな感じなんだねって思った悪くなかったぞってほらちゃんと自分のね基準で判断すんのよ今の子は何でもインターネットでこれどうなんやろうってよしみんな叩いてるな俺も叩こうとか そういう思考のやつ多そうやでななんか誰かが叩かれとる俺も叩こうでも俺が叩いた時はみんな声を揃えて一緒に叩こうなって <laughs> <laughs> 味方は多くしないとおえちゃんのことじゃあ俺はちゃんと自分でこうやなって判断してるんやけどなそれを声大に言ってるからおかしなってんやろな しょうもないねーおえちゃんが叩かれてる。よし、俺も叩こうって。なるわけよ。<laughs> アニポケの技のエフェクトは、ま、ま、年々良くなってるよて。技術が進んでんやろな。お前ら今なんてさ、その、今日ピグチャット、えー、なっけピグチャットじゃなくて,何て、何だっけあれ、ガーティックフォンっていうゲームやってやん。あれでバケツで色の塗りつぶしとかやってたけど、昔のアニメのポケモンって、 まあ昔のアニメ全部そうなんやけどなんかセルガって言って一個一個色塗ってたんやであんなバケツとかパソコンで塗らんとめちゃめちゃアニメ作るのが大変やったん時間かけてそうやで本当やでこれ二十何年前にそういうなんかパソコンで絵を描いてみたいな感じ変わったんよテレビで特集されてたもん そのパソコンでソフトを使用して書いた名探偵コナンとそのセル画を用いて書いた名探偵コナンのアニメのイラストどれぐらいの違いがあるのでしょうかって言ったらほぼ違いがなくて作業時間がすごく短縮されるって俺テレビで見たわへーってすごいなーって今はそうやって手書きじゃなくてパソコンとかなんかそんなん使って絵描いてるんだって思ったもんその時に小学校の頃やな俺が <laughs> やだ25年とかそれぐらい前の話や それをニュースで見た。もう手書きはサザエさんだけだよ。サザエさん手書きないまだに。ハスタで見たよで、まあ、最新技術やったわけは昔はな。ポリゴンショックの時はあれも完全に手書き載せるがよ。 セルガの透明な紙作ってる会社がが販売終了したのがきっかけあそうなんそこが販売終了したからもうパソコンで書くしかないってなったでも普通に考えてセルガのが絶対めんどくさいよなセルってあのセルいやセルゲームのセルじゃないうーん コスパが悪かったんだよなんかアニメ作る人のこだわりとかあったんかもな。そういう時代はそういう時代で作ってる方の話とか面白そうやけどな。ブラーで。90年代の OVA とか見応えがあるよって。昔のアニメね。おすすめのアニメ教えて。 まあ毎回言うてるけど、金魚注意報とか。誰も伝わらんね。えー、じゃあ、<laughs> どうしようかな。金魚が空を飛ぶ、そんなのありばバリトルウィッチ・アカデミアそれ知らねえよワンピースも手書きらしいなぁってあ。そういう時代があったんか今違うでしょ。 ダメだ、もう金魚注意報の曲しか頭に流れねえ。あーし。アホーえ、今ってそうなん漫画もパソコンで書いてんのえ、漫画ってあの G ペンとか丸ペンとか使ってさ、あの、インク瓶があって、あれにやってるんじゃないの 液晶タブレットってな、あ、聞いたことある、聞いたことある。パソコンに直接書き込むやつあれで書いてんの。タコピーはアナログだよって。へお前嘘だろって知らねえよ。<laughs> 漫画家の現状って。え、だって爆漫とか手書きあったよ確か。そういう人もいる人によるんや。でも若い子とかみんなそうなるんちゃう iPad でイラスト描いてるとかなんか女子高生でさスマホでイラスト描く女の子とかがなんか話題になったりしてたよなはあそうだなバクマンってお前何年前だよえ最近やる5年ぐらい前ちゃうなあれはいお茶かよいしょバカボンドは筆で描いてた時期がある味があってええやねえかまあ筆とかも実はパソコンで再現できんやろうけど 新しく始める人はほとんどデジタルだよそりゃそうなるでしょだってそっちの方が修正とか聞くし簡単やもん慣れちゃえばだったら今からゼロからやるんやったら絶対デジタルでやるよなまだ7割ぐらいはアナログがメインだよ漫画はってこれからどんどん割合変わっていくよはあ画材のそうだな画材の費用もかからんもんな そうか漫画ってあのさなんかトーンって言ってさなんかカッターでさ切ってさこうやって漫画に貼り付けるのありやんああいうのも金がかかるんやそれがパソコンやったらかからんのかなるほどねーはあパソコンって便利だね配信も見れるし。 あト,ーントーンの生産量も縮小してってんのか。しかも高いんだ、あれ。なんかあるやん。あの、コピックとかもじゃあ売り上げが今落ちてるとかそういうのあるんじゃねえのへーひょっとしたらピカソみたいなイラストが、パソコンで描いたものが評価される時代が来る可能性もあるんかコピックは人気なんや。へえ、俺、よコピックって言葉出てきたな。ははは。 そ,それが一番びっくりちゃんおいちゃんよくコピック分かったねってうん俺もよう出てきたなと思った建築家も使うんだよってへえおいちゃん NFT って何か分かる NRT しか分からん NTR やった小学校がシャーペン禁止なのなんでですかあれであの電気落とすやつがいるからです コンセントのところにさしてなうんうんうん豆知識や今日のそんな悪ガキいんのっているみたいよやったことないよ中学でやったよって <laughs> いるのよ必ず。 写真が目にに入るからじゃなないいのの本当の理由は教えないようにしてんねん真似するやつがおるとあかんでコンセントに写真を挟んでそこでな,な,なんかやると電気がバキッてなんかできる方法があるみたいなだからそういう理由で禁止してますって言うとそれで聞いてやるやつが出てくるんだよ若これはアホやでうんうんブレーカーが落ちちゃったよってほらやっちゃダメだからね ほらき、そういう噂を聞いて試すバカがおんの。先のことが考えるやん。それやったらお、なんか電気落ちて大変なことになるっていうのに、え、そうなんや、やってみよう、みたいな。その後、先生に怒られるとか考えないのか。<laughs> うんうん。でも、みんなフォークさして感電してたよ。学校にフォーク持ってくんの <laughs> 子供ってそういうもんなんだよ。 電気落ちた助けて部屋真っ暗なやつもいるらしいロケット鉛筆ナッツ知ってるお前らなんかさこうやってあのロケット鉛筆って言ってなんかいっぱいちっちゃい鉛筆みたいなのがあってあれをどん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 押し込んでって鉛筆で書くやつがあったのよこれ今の子知ってる?ナッツ「夏あったあった」書きにくいんやんなあれ確か。 あの子供の時だけやった俺がいろんな色が出るんやっけそれで色鉛筆版みたいなのあった気がするわ便利じゃなかったよしかもすぐ折れんのかあれ折れても大丈夫新しいシーンがあるからみてえな友達に自慢するアイテムやったってことかタピオカみてえなもんや当時の鉛筆でバトルするやつはバトル鉛筆なドラクエポケモンいっぱいあったわ キャップつけて戦うねん。進化したらみたいな。サイコロ振って進化するっていうのが出たら、不思議なねが不思議そうになって、不思議そうの方のところ振るとか、そういうのあんねん。<laughs> チャレンジ1年生でもらって、この早さ、<laughs> あの、めいっ子と一緒にチャレンジ1年生のアニメ見てたん俺。なんかチャレンジ1年生始めたんか知らんけど、めいっ子が、 で、問題出してくんねやって、なんか敵のロボみたいなやつが。で、みんなでチャレンジ1年生についてくるフロックかなんかがあんねやけど、計算機みたいなやつがあって、あれが宇宙と更新し始めてさ、急に、これの答えがわかるかって言って、くー、わからないサンタス 4! サンタス4の答えは何なんだクソうわーって言ったらさ、えい、6だーって言って答えてさ、違うとか言われて、なんか子供たちが、うわーって転がってくんやって。ほんで、 ひ秘密道具みたいなチャレンジ1年生の道具使って 3+4 の答えはこれだーみたいな感じで宇宙と交信し始めにやって衛星みたいなんが現れて宇宙とそのチャレンジ1年生のなんかあれが宇宙と交信し始めて答えを教えてくれて答えてそのロボットを撃破すんねん何やってんねんこいつらって思いながらそうか1年生の世界観ってでもこんな感じなんやなーってまだ1年生なってねえんやけど 肝がでかすぎるて、ね、<laughs> そうそうなんかあのネプリーグのさあの答えるクイズみたいな感じでロボットと戦うんやってドワーッて進んでってメイの反応はってめっちゃ夢中で見てた <laughs> いやーこういうのがええんかーってめ,めっちゃそれ見たらおとなしくなってたうんうん いやー見たいよーでなんか赤いチャレンジのキャラクターがあんま映ってなかったなそいつなんか少年がメインやった小学生の最後カードもらって「やったー!」って言って終わんああれがコラショっていうのあの赤いやつちびっこ習い事してないのなんかソロバンドなんかしてるみたいなの聞いたな一時トランポリンとかしてたはずなのに もう聞かねえな。もうやめたんかな。習い事なんか続かないっぽくってよ。ちびっ子たち。なんか会うのがあればいいんだけどね。うんうん。あ、そうや。募集中。中学校での部活動。なんと僕、めいっ子が中学生になりまして。<laughs> <laughs> その、うん。実は中学生のめいっ子がいるおじさんなんだけど、俺。 なんならお前らの視聴者ぐらいのめいっ子がおんねんな。視聴者にもありえる年齢の。部活動何にしよっかなとか言うてんねん。何がええ部活。うんうん。放送部、帰宅部、野球部。女の子な女の子。吹奏楽部はピアノ続かなかったし。バレエか、背高いしな。でも生まれ遅いからスポーツは不利なんじゃねえか。 テニスがいい体操がいいよってうんスタイルは細長い感じヒョロヒョロのじゃあうちみんなヒョロヒョロなんやって三女以外みんなヒョロヒョロバスケかバレああバスケとかいいと思うんやけどな背も高くなりそうな気配あんねん ダンス部は室内のがいい体育館でできるバスケットとかがいいんか三重の限界になってもらおう。ダンス部とかわかんねえ。何部があるかは知らねえけど。陸上絶対やらなさそう、陸上。そんなん疲れるし大変やんで。<laughs> 言い出しそう。<laughs> 運動神経お兄ちゃんが運動神経クソ悪いからな、うちは。ま、あお兄ちゃんでパパのことな。だって、俺、大のノで一番運動神経いいもん。俺が一番いいってやばいやろやばいよ。で、まあ、だからゲームもギリギリうまいラインを保ってるんですけどね。e スポーツさせよ シャドバウンゲーとか <laughs> 言い出すの負けてキレたりすんのうちのメイっ子やだよ <coughs> どうするバロランドで暴言吐くような子供になったらフォートナイトとかやってそんなになったら困るなゲーム部あでゲーム部ってあんの 俺は知らないわそんな部活動あんのそもそもそれお前 VTuber の世界と間違えてねえかめっ子ゲームしないのオフラインでスプラトゥーンやってたようちはお姉ちゃんがインターネットにつないでくれやんスイッチを、うん「YouTuber させようよ」 おオフでまあ中学生になったしどうなるか分からんけど今後ゲームまあ分かんねえけどちょこちょこあのポケモンアセウス楽しそうにやってたよでもいや俺もだってさポケモンアセウスやっとるって教えてたもん ポケモンユナイトもできないじゃんで、まあな、なんか、こう、やってる人いたらあれやけどさ、俺めいっ子にポケモンユナイトやらせたくないわ。<laughs> <laughs> なんか、え、うん。わかるよ。わかる ?LOL とかも、あれもミンドやばいって聞くけど、どうなん そういう世界で育たずに客観的に見てほしいそういう世界をスレスパやらせないのってはまるかなちょっと難しすぎやろ民度悪くて永遠にできるよそれ言い出したらスプラトゥーンだってそうだよってなるんですかねうんうん めいっ子が将来サイバーサイバー顔採用とか言っちゃったらどうすんのって別にいいんじゃないよかったな顔が良くてってオンライン全般できない配信は見せちゃダメだよってそうしよう永遠にできるからな緩い部下の中でもそっちのがいいよねー なんかスポーツとか青春に一生懸命なんもええけど、ゆるい感じが俺はいいなおたさの姫にしようよ。いやおたさの姫はな俺は好きやけど、なってほしくない。<laughs> <laughs> 俺は好きやけど、 だって俺の女の趣味ってそもそも肝臓たむきやから <laughs> うんうん臭くなっちゃうよお餌にしよう卓球部も別にいいと思う卓球ってなんか楽しいしだって卓球ってすごいよ年取ってからやる可能性のあるゲームの一つやでな卓球って 卓球は楽でいいよって。ピングポングな。チアリーダーはあかん。野球部のチャラ男に口説かれる。ミルさん。また足が長いし、細いから、チアリーダーなんかやったらみんな写真撮る亀子供が群がってくる。似合いそう。キックボクシングはやだよ。 <laughs> なんで俺のメイクをキックボクシングしてんには嫌やわムキムキだねまあかっこいいけどおもろいじゃんっていいのか蹴り飛ばされそうや 求道部はどうってああ父も小さそうやしいいかもなうんうん中学校に弓道部ってあんの分かんない知らないこれから大きくなる姿勢が良くなるあそれは大事やな姿勢悪いからな弓道をやってる友達はムキムキえ弓道ってそんな筋力使うの なんか弓道部の女の子っていいよな。したたかそうで。弓道部の女いいな。な、いいよね。わかるよね。さらしとか巻くんか。クール、そうそうそう。現実は微妙なそうそ。弓道は左腕が太くなるよってええやん。 ムキムキになろうアニメの見すぎだよでそんなもんでしょ弓道部のアニメって見たことないけどエッチな目でしか見てないねーでエロすぎずいい感じのラクロス部見えにあんのかラクロスとかしゃれたもん水泳で逆三角形にさせようであの水泳やってると肩幅がごつくなるっていうような 逆算はなスイエもやってたぞやめたけどそうやね続かんねん習い事うん全部やめてるねで仕事もやめるやろなすぐ日焼けしてんのがいいんだよ文化系のが楽だよ厳しい親父もいないしなっていよ 配信者コースじゃんって、うん、そんなコースなかなかない。TikToker としてデビューしたら俺マジであの、隣に行こうや。何やっとんねやって <laughs> <laughs> それだけはやめとけって言わない。見るだけにしておきなさい。老害だねーって。そうか 帰宅部って勉強できる帰宅部ってなんかどっちかといえばなんかやっぱ運動部のやつの方が勉強できるイメージあるけど帰宅部よりもちゃんと部活動をやろうってやっぱ精力的なやつの方が賢いよな基本的に運動した方がいいよ、うん、ガチの上位だったら帰宅部だよってまあ俺も帰宅部だったしな高校はね 帰宅部はゴミだよ運動部は努力できるから勉強もできるよ。まあ人によるやろうけど。帰宅部って何もできない人なんじゃないげえよ。何もしたくない人なんだよ。<laughs> でもそうやろうな。何もできないんじゃない何もしたくないんだ。だよね。 だってニートのみんなに聞くよ。お前ら何部やったうんうん。部、帰宅部、野球部、卓球、野球部、陸上、卓球、卓球、帰宅部、剣道、軽音、陸上、バドミントン、陸上、テニス、テニス、サッカー、剣道、意外と帰宅部そんなに多くないぞ。帰宅部、空手、空手、幽霊部員、陸上、バドミントン、生物学部。陸、陸上部多くね 陸上からニートになんのお前ら珍しいななんか陸上部ニートにならなさそうお前ニートじゃねえやろさては美術初日のみ <laughs> <laughs> もうニートやお前は帰宅部のニートやんうんうんうん中高のテニスは陰キャが多かったよへー まあ、おのおのね、いろいろ青春話に花を咲かせましたが、本日は本当に楽しかったです。大事軍、繁盛軍の皆さん、ありがとうございました。良ければ、この後、先ほど投稿した動画でも見てってな。じゃあ、2時だし、今日は終わるわ。疲れたしな。また、えー、皆さん、近いうちにお会いしましょう。バイバーイ。いい夢見ろよ。おやすみー。